στην κόκκινη γωνία από Καζακστάν. 11階級にわたって行われるボクシングの今日は5階級の決勝戦の模様をお伝えしています。3階級が終わりました。4階級目は75キロ級ミドル級です。こちらはカザフスタンのゲンナジー・グリキン、去年の世界選手権では優勝している選手です。一方の青、ロシアのガイダベック・ガイダルベコフ、シドニーオリンピック銀メダリスト、27歳で非常に経験豊富な選手。さあ渡辺さん、はい、旧ソ連同士の対戦ということになりますが、そうですね、今までもこのカザフスタンとかですね、ウズベキスタンあたりに、ロシアの代表が大勢いましたからね、やはり今世界のボクシング界をリードしている、国々ということは言えるんでしょうね。赤コーナーがカザフスタンのゲンナジー・グリキンです。青コーナーロシアのガイダルベコフ。左を差していくのはカザフスタンのグリキン。ガイダルベコフの左は空振りです。飛び込んでくるところに左を合わせましたが、カザフスタンのグリキンが1ポイントを取りました。電子採点装置が使用されているこのオリンピック、5人のジャッジがコンピューターのボタンを押して正確な得点打を入力しています。5人中3人以上のジャッジが得点打とみなせば、そのパンチがポイントになります。前に出るのはロシアのガイダルベカフ。左を出していきます。接近戦での左アッパー、頭を下げます。カザフスタンのグリキン、あまり頭を下げすぎますとバッティングの注意を受けます。飛び込んでの左、右のボディを狙っていきましたが、ややローブロー気味でしたカザフスタンのグリキン。左を外から回していきます。左4ポイント、カザフスタンのグリキンが3ポイントリードしています。左から右、なかなか両選手ともに連打というのは出てきません。第1ラウンドです。ミドル級の決勝戦です。左から右飛び込んでいくカザフスタンのグリキン。打ち終わってすぐ2人でこう体を預けしますよね、はい、あそこは注意しないとダラダラの試合になってしまう。ここも両者クリンチです。カザフスタンのグリキンが飛び込んでいって体を合わせるところ、ロシアのガイダルベコフがクリンチします。右ストレートを伸ばしていきました。ここで第1ラウンドが終わりました。ポイントはカザフスタンのグリキンがリードしましたが、内容としては第1ラウンドどうなんでしょうか。そんなに差はないような、ね、感じになってますよね。もうちょっと2人で自分の距離ながら動いていけばいいんですけれども、その辺がもうこれで動きが止まりますよね。第2ラウンドを終了して現在10対9、カザフスタンのグリキンが1ポイントリードしています。第3ラウンドに入っています。1ラウンドは2分間、4ラウンド制です。この第3ラウンドに入ってもそのお互い体を預けるというところが目立ちます。ここでポイント同点に追いつきます。そしてロシアのガイダルベコフがリードしました。体を合わせて振り回してしまいました。ですから両者ともにこうレフリーから受ける指示といいますか、警告というのも少し多くなってますね。そうですね、試合の流れは常に止まってしまう。このパンチも大振りです。14対11、4ポイントリードしましたロシアのガイダルベコフ。第1ラウンド第2ラウンドはカザフスタンのグリキンがリードする展開だったんですが、ここに来て5ポイントリードしましたロシアのガイダルベコフ。グリキンが前に出て体を預ける、そこを迎え撃つガイダルベコフという図式はこの第3ラウンドに入ってもあまり変わりがありません。左ストレートに対して右のフックを合わせたガイダルベコフですが、もうちょっと足をかけて
倒してしまうような勢いでしたが、完全にホールドになってますからね、抱きかかえになってますから、それは注意しないと、ボクシングの動きの流れがなくなってしまっている。第3ラウンド残り30秒です。これ見ていますと、特にカザフスタンのグリフィンの方が何か疲れているのかなというような印象もあるんですが、そういう感じですね。また飛び込んでいって体を預けます。振り回すガイダルベコフ、4ポイントガイダルベコフリード。またブレイクの声です。第3ラウンド残り10秒を切りました。頭を下げすぎているというレフリーの指示です。ここで第3ラウンド終わって18対13、ロシアのガイダルベコフが5ポイントリードしています。これ両選手ともにやはり何かこうもどかしい思いといいますか、そういうの抱えてるんでしょうかね。そうですね、それ両方ともやっぱりこれ反則してますよね。で両方取らなければいけない、注意だけではこれはなかなか止まりませんよね。これはもうレフリーとしてははっきりとした減点などを与えた方がいいような場面なんですか。注意もしなければいけない、結果もしなければいけない、もう回数うんとやってますからね、まあ、規定では同じ内容で3回以上警告を受けますと減点1、4回で減点2、5回受けますと失格という規定がありますが、まだ両者ともに減点はありません。18対13、5ポイントリードしているのはロシアのガイダラベコフです。ちょっとパンチも大振りです。体を預けているのはカザフスタンのグリキン。離れ際に打って、またすぐ体を合わせてしまいます。何度も同じような指示を与えているんですが、なかなか注意だけだとやっぱり効果がないですね。4ポイントリードしているのはロシアのガイダルベコフ。オリンピックの決勝じゃないみたいな内容になりましたね。去年の世界選手権の優勝者のグリキンとシドニーオリンピック銀メダルのガイダルベコフの対戦なんですが、その過去のね、そういうタイトルをちょっと考えられないようなそういう動きになりましたね。何かちょっと2人のスタイルとしても噛み合わないところがあるのかもしれませんが、やっぱりホールドをね、ホールドを注意しないと、またこれやってますからね。この姿勢からではアマチュアの有効だというのはなかなか繰り出せません。左も大振りです。カザフスタンのグリキン。第4ラウンドまもなく残り30秒です。大きくポイントリードしましたロシアのガイダルベコフ、8ポイントのリードを奪いました。しかしなかなかどこでポイントを奪っているのかちょっとよくわからないような接近戦が多くなっていますが、9ポイントリードしているロシアのガイダルベコフです。またブレイクという大きな声がかかりました。残り15秒です。8ポイントリードロシアのガイダルベコフ。先ほどフェザー級ではロシアのチシチェンコが金メダルを獲得しています。今大会ロシア勢ボクシングでの2つ目の金メダル、この時点で確定です。ロシアのガイダルベコフがカザフスタンのグリキンを下して金メダル獲得です。96年からロシアのナショナルチームで長く第一線で活躍をしてきましたガイダルベコフですが、試合の内容としてはもう少しこう綺麗なパンチを見たかったというところもありましたが、それはちょっと見られませんでしたね。こういう時はですね、ジャッジがですね、どちらかにファウルを取るということもありますからね、それで点数が、相手に入ったそういうこともありますから、あんまりはっきりしたパンチがない場合でもそれで、点数を失うことがありますよね。
ロシアのガイダルベコフ。このアテネオリンピックでボクシング2つ目の金メダルをもたらしました。ロシア勢です。28対18、序盤は第1ラウンドのあたりはカザフスタンのグリキンがリードしたんですが、中盤から終盤にかけてロシアのガイダルベコフが逆転をしました。